今回は親に出荷されてしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは32歳。ついに出荷されてしまう。大卒でずっとニートしてきて両親に働けって言われても拒否してきたんだけどさ。ついに出荷されてしまったんを。出荷ってどういうことだよ。ニートを出荷する先といえば？ゴミ箱。ニートして山。大気圏。ブラックホール。山奥。海。海のゴミは持ち帰れって。Y が立てたスレで遊ぶなよ。はぁ、マジで辛いわ。出荷の意味を詳しく。ずっと前から働けって両親どっちも言ってきてて、働きたくなかった Y は無視。ハロワイケとか、とりあえずバイトしてみろとかマジでうるさかったんだよな。それでますます引きこもって、外に出ずに家でダラダラしてたら急にトラックで運ばれたんだよ。どういうこと？寝てる時とかにトラックに乗せられて運ばれたってことか？想像して増えた？いや、マジで笑えないからさ。その日は徹夜して遊んでて眠くて明け方近くに寝たんを。それで起きた時には車に乗せられてたんだよ。どこに連れて行かれるのかと途中でビクビクしてたんを。で、出荷先はどこなんだ？親戚が農家とか牧場とかしてるんだけど、そこに出荷されたんを。農家から出荷はよくあるけど農家へ出荷は珍しいな。で、強制労働させられるってことか？そうなるな。マジで嫌だわ、なんでなんだよ。できる限り働きたくないんだが、親戚にはもう話がついてるみたいで、明日から働かされるらしい。農家で働くとか嫌なんやが、逃げようと思っても車に乗れないしな。親戚の農家から家までのルートは分かってんのか？さすがにな。でも結構離れてるし、Y は車を運転できんから無理や。じゃあおとなしくそこで働くしかないな。親戚の家ならまだマシじゃね？外で働くよりずっとええやん。Y ニートだけど、農家で暮らせるならその方がいいわ。とにかく社会に出たくないんをね。昔、何度か手伝いに来たことがあるけどさ。まあ子供だったってのもあるけどかなり大変だったぞ。あの苦労をもう一度したいとは思わないんを。じゃあ普通にどこかの会社で働けばよかっただろ。一致何歳？32歳だよ。大卒後、ずっとニートしてた。ちょっとかわいそうだな。親の怒りが伝わってくる。でも大学まで入れてもらったのにずっとニートだもんな。そりゃ親も怒るだろ。別にそこまで悲観することじゃなくね。親戚の農家なんだしさ。むしろニートなのに働ける先があっていいよな。普通はブランク多かったら働けないんだぞ。マジで甘えでムカつくわ。Y も一致と同じでニートなんやが、働き先がないから Y も農家で働きたいんを。本気で言ってんのか？農家なんてマジで熱いし最悪だぞ。給料みたいなのがあるかも聞いてないしな。怖くて聞けない。そりゃ働いた分は衣食住のお金として親戚に徴収されて、残りは親に送られるに決まってんだろ。だよな。お金とかいらないから働きたくないでござる。家に帰りたいんを。親には帰りたいって連絡したのか？まあ無理だな。今までのイライラが溜まっての行動だろ。Y だって好きにニートになったわけじゃないし、こんな風に子供を捨てていいのか？なあ、ええのか？いいだろ別に。大げさなんだよな。家を追い出されてその辺に放り出されるよりずっといいだろ。でもさ、ここにはパソコンもないしさ、明日からの生活が不安で仕方ないんを。スマホ持ってんならパソコンはいらないだろ、贅沢すぎるぞ。だよな、むしろスマホも取り上げられればいいのに。スマホは Y の命綱だぞ、これがなくなったらマジで無理んを。それより親への連絡は？泣き言言わなかったのか？寝てるのに連れて行かれて、もう親戚の家に親はいないんだぞ。そういうことやろ、Y を捨てたってことなんだよ。だから特に何も連絡してない。いつか介護が必要になって Y に戻ってきてほしいって泣いても遅いんを。わろた。介護って、そんなことよりも一致がうざかったんだろうな。どっちかというと一致の方が要介護でくさ。ニートを買ってない方がその分、資金的に余裕ができるから別に両親の老後の心配はないだろ。これから老後を迎える両親の方が、32歳で働き盛りの一致の心配をしてるってことだもんな。多分今はわからないだろうけどそのうち両親と親戚に感謝する日が来るって。そんな日は来るわけないだろ。マジで Y は捨てられたと思ってるんだよ。親は Y を捨てたんや。マジでショックや。だから、それくらいのことでショックを受けるなって、そんなことじゃやってけないぞ。先のことより今だよな。明日の農家の作業をバックレたいんを。完全に逃げ癖がついてんな。いやなら別の場所で働け。きっと農家よりきついぞ。親戚じゃないしな。そんなことはわかってんだよ。でもとにかく働きたくないんや。これはもうだだっこだな。一生そうやってごねてろよ。親戚の農家ってだけマシだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート22歳。やべえニートで人生積んだわ。でもま、30までは余裕やろな。Y ニート29歳。マジで焦ってるわ。30歳までは余裕だろ。Y ニートキング、32歳既婚で来月から無職やけど余裕や。大丈夫よ。35歳までは余裕やろな。35歳までは引っ張れる。
Y は29歳で満足できる仕事ついたで。何の仕事や？コンビニバイトで生きていけばいい。贅沢はできんけど、自炊で家賃5万ならいける。貯金いくら？別にその気になりいつでもバイトできるし、住むとこあるなら最後までバイトでも人生は完走余裕よ。意外と40歳まではいける。そこまでニートできた時点で勝ち組やろ。40歳まで大丈夫や。そこで諦めるのがいけんのや。とりあえずコンビニの夜勤でもやりながら就活しろや。結婚とか世間体考えずよ、捨て人になる覚悟は必要。40歳まで行ったら45歳までは粘れる。そう思ってもう29歳なんやが。しかもお前ら実はニートじゃないし。仕事決まってないだけで、ニートではないな。30歳までは余裕なんやから笑えよ。まあ50歳まで行ったら生子もらえるやろ。Y31歳、無職歴2年や。貯金なくなったらガチで丸ぬで。何一つええことないしな。残り130万。あと2年はいけるな。一人暮らしやから半年くらいやで。家賃とかいくらなん？車はある？彼女は？50歳まで無職続けば生活保護いけるやろな。Y の親戚に一生無職で通したジジイおったわ。ストレスもなく長生きしとった。生活の面倒は兄弟が見てたが。甘やかしすぎやろ。Y も29歳で仕事辞めて帰還婚や。むしろその30歳までのニート期間で何をしたのかが問われる。親が悪い。50歳まで耐えれば、違った余裕が出てくるぞ。同級生からは Y の存在はすでになかったことになっとる。一回ニートになったら一生底辺やな。正直今なら正社員には余裕でなれる。生きていくだけならバイトでいいから理論的には大丈夫。実際にはバイトに行くと周りの正社員と自分を比較して苦しくて続けられなかったり、主に劣等感で潰されるから結構大変だと思う。工場か介護でいいやん。生きたいように生きればいいが、後悔なんてするなよ。正直40歳まで職歴なしは取り返しつかんわ。丸抜きで親に帰省するしかない。結局は親の財産がどんなもんかにかかってる。持ち家で貯金あったりするなら楽にフルタイムで働くのはそらバカらしいってなるわ。2年間貯金だけで生活してたの？どんだけ貯めてたんだ。おっさんになってまでスーパーやコンビニバイトとか見てる方が辛いわ。せめて警備とか新聞配達でお茶濁しとけよ。生活保護で余裕。Y 今年で30歳やけど、去年やっと正社員登用や。底辺であがいてる感やばくてハゲそう。30歳って中途半端よな。働けるには働けるけど、もうまともなのないし完全に積んで生活保護もらった方が幸せやで。29歳からバイト始めて30歳で正社員なるとかなら、まともな中小もまあまあある。もちろんブラックには違いないけど、日本企業の8割はブラックなんやからそれもまともいうことや。一応ガンヤン。35歳からは無職だから。ニートの味はそう忘れられんで。生きてる価値ないよね。もう宝くじしか希望ないわ。ニートやでー。30歳やでー。親が定年退職しました。ガチでどうしよう。親にバイトさすんだよ。さすんだよってなんだよ。させるんだよ、だろ。だから底辺なんだよ。別に生きてるんやったらええやん。ひつまるに働かんでも、人生おもろいで。生きるだけなら余裕や。ちょっと前に麻生が就職氷河期世代の就職対策は終わったって言ってたけど、それは就職氷河期世代が無事35歳を超えて無職になったかららしい。週4勤務6時間労働で生きていきたいが、思ってたより収入が少ない。ああ、宝くじで5億円とか当たらないかな。そうやって34歳まで来たぞ。人生辛いぞ。仕事もやらされてる感なければ多少はおもろいで。しんどいけどな。誰か一緒に住まへんか？都内、3DK やがどうや？送ったから Y は逃れたで。ええな。何で送り人になったんや？マジな話、1年いくらあれば生きられる？一人暮らしとして。年収200万あれば余裕や。大学サボり部、中退した、とかでキャッキャしといて30歳なっても自分語りしろ。その後どうやって生きてるかが知りたいねん。観光やってれば短期旅行なり好きなもんかうなりしても、500万以上は貯まってたという事実にさらに打ち砕かれるぞ。バイトで生きる人より明らかに労働時間を減らす。こういう生き方でいいんだよ。バイナリーオプションで人生バラ色やで。ガチるなら FX しかないわ。50歳まで大丈夫やろ。35歳ぐらいまでなら年収400万ぐらいで社会復帰できるやろ。無職1年目の税金の殺意は本当にヤバい。そら今日頑張れんやつが1年後急に頑張れるようになるわけないわな。Y も無職になったら就活できる気がせんわ。Y は高校中退で10代20代最悪やったけど、30歳になって起業して5人使う零細の社長になれたぜ。年商は8000万、役員報酬は800万やで。次は34歳くらいでスレ立てか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。生活保護制度ってクソすぎじゃね？体が不自由で働けないやつだけでいいだろ。クソニートみたいなやつに税金いくとかアホすぎひん？区別がつかんからどうしようもない。
だから区別がつく身体障丸者だけでええやろ。じゃあ制度変えるべく運動なりしろや。じゃ別にだ。こいつらは大抵 PTSD 患ってるからな。憲法変えん限りどうしようもないやろ。国の仕組みを利用して何が悪い。国のトップどもが何もせず金もらってるからしゃあない。有能は働けばいいけど無能は社会に迷惑かけるから働かなくていいんじゃない。じゃあお金あげる必要もないよね。有能か無能かって運に追うところが多いからそれくらい多めに見てあげたら。どんな無能にもできる仕事はあるぞ。お前無職やろ。なんで金なんやろな。現物支給でええやん。それそれ。住む場所も制限して集団で管理すりゃええねん。悔しいなら生ともらえ。何もせず月13万早起きして行き帰り満員電車、最低8時間拘束されて月18万。どっちを選ぶかは自由。この前の恵方巻きとか廃棄支給でいいよな。無能を無理やり働かせるより金与える方が総合的に見やこすとかからんらしいで。無能にもできる仕事はあるやろ。それをしない時点で甘いやん。雇うということは企業が税金払ってるんやで。お前無職やろ。というかこんまま行けばどっちみち社会保障削らなしゃあないから生ポも削られるぞ。難病患者もこの前削られとるからな。景気は上向きで賃金も上がっとるから生活保護も上がるぞ。憲法改正して制度なくせばええんちゃうの。施設に入れるとかすればええ。働けないからもらってるんじゃね。クソニートみたいなやつはもらえないけどな。大抵が資産のないジジイババア。シングルマザーや。働けたら生活保護認定されんだろ。働けないからもらってるんじゃね。うつと ADHD と社会不安症丸の診断書あれば余裕。この3つすべて自己申告だからちょろいもんよ。事実なら自己申告じゃなくて現実にガチが丸字やけどな。ガチが丸字のモノマネはたまに飲み会でやるけどやっぱり本物の味は出せんもん。飲み会でが丸字のモノマネとかモノホンやろ。上流でも下流でも小丸者バカにするのはみんな好きやで。しかしやっぱりなんぼ研究しても本物には勝てん。が丸字研究家相手に自己申告で通るのは本物の人もどきだけやろな思う。上流というか中流でもそんな社会人にもなって小学生のような低レベルなことせんよ。高卒度方やとそういうノリが受けそうやけど。いやするで。少なくとも Y の周りは高卒とか底辺なんて知り合いにも身内にも一人もおらんけど、Y の持ちネタのが丸字の前ももとは金持ちの親父から学んだもんやし。職種と年収と学歴は？職業リーマン。今の職種は購買。年収はもろもろ込みで1200万、40歳。母校は早稲田の政治経済学部。40歳で何じい？俺はもらってねえぞ、バーカ。治安悪くなりそう。生活保護受給者とクソ左翼がわめいててくさ。とりあえず外国人には一切出さないでほしいね。強制送還の費用の方が安い。無能にできる仕事なんてこれから AI と移民でなくなるぞ。銀行の仕事もほとんど AI でできるらしいし。少なくともそう思ってるやつは無能だな。バカは批判する。賢いやつは利用する。これだけ。生活保護批判してるやつって視野が狭すぎる。どう考えても必要な制度やぞ。日本人にはな。区別やらなんやらする人員雇うくらいなら適当に金まく方が安いからしゃあない。問題なのは制度じゃなくてそれを利用してる人間の方だろ。生活保護が携帯、スマホ持って無駄に知識を得るのがいかんわ。これ、スマホいらないだろ。仕事を探す手段の拡大として認められとるよ。就活サイト以外アクセスできない端末巻けばいいな。そもそも税金で何兆もかけて社会インフラ整備してお前らそれ使っとるやんけ。今さら13万くらい誤差みたいなもんやろ。供給が現金なだけ。全員寮かなんかに放り込んで共同生活させりゃいいのに、食料は配給な。13万しかもらえんとかなんの罰ゲームなんや。ストレスフリーで人生の幸福度は高い。服用は親名義の口座に入れたらバレへんし。フードチケットでいいんだよ。あくまで丸な内容にする程度の措置なんだから。文化的な生活の保障じゃなかったか。バッチ上通って文化的な生活もないわ。そんなんごく一部やろ。現金なのはあんまりよろしくないよな。アメリカの刑務所みたいに専用のカードでもあればええんやけどね。年収800万はネイト社会にお世話になってる側だからで経過をすんなよ。高所得者からは逆に分取るからな。努力したやつが損する。精神病、知的はもう丸せ、役に立たん。体は脳みそ生きてやどうにかなる、働かせろ。働けないなら働けないで構わないけど働く努力くらいはしろよとは思う。セーフティネット批判するあたり日本人らしい。食いもんだけでいいぞ。交流できるほどの金をやってるわけやないからええやろ。必要な制度だけど、もらってるやつに改善の意識がないやつが多い。高齢者と3年以上受給してるやつは一律に施設へ放り込めよ。何かしらのセーフティは必要やろ。
家でできる仕事やらせる居住地をどこかに集めたり専用のカードにした方がいいとは思う。まあ社会の被害者とも言えるしな。それにこういう制度があるのに利用できる状態で利用せんのはアホやし、利用できないのにわーわー言うてるのもアホ。生活保護予備軍やな、お前も。まあ確かにシングルの子供は施設に預けるべきやな。働けるのに働かないような気違いが全く金なくて後先なくなったら何するかわからんからな。働けないからもらってるんじゃね。生活保護持ちはほぼ精神疾患持ちやからな。Y の知り合いの生活保護は全員それや。なお直そうとする気はない模様。ガチ無能は働くより社会の片隅でかすみ食って生きててもらう方が世の中のためなんやで。生活保護批判している人ってやっぱりギリギリの生活してるの？それって将来セーフティネットに引っかかるリスクがある思うんだけど。まあ確かにナマポはいろいろと思うよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。家族にニートいるやつってどうなん？28歳のニートがおるんやが、こいつどうなんの？4年以上もうニートやでこいつ。飯食う時しか現れないからいないものとされてる。うちはニートと発達障丸2人いるぞ。24歳ニートはいの末路か？お前も実家出ろよ。てめえの親に聞けよクソニート。いやー、Y のことじゃなくてこいつの今後について考えたい。涙拭けよ。よく言われるのが30歳までならセーフらしい。勤め人からすると朝まで深夜アニメを爆音で流すのはきつい。ただ実質でゲームやってるだけやわ。ツイッター監視してるんやがフォロワー全員ブロ返し始めてるみたいでビビっとる。やけに詳しいな。二度もバックれて仕事辞めてんだよね。ニートは社会の被害者。温かく見守らなあかん。絶対に見下すなよ。同情はしても見下しはしないわ。ただどうしたらええのこいつって感じ。てか今月で29歳やったわ。わいやん。何も言われないんか？言われる。自分で何とかしようにも、クズだから甘えてまう。ずっと親父が家にいる時はグロかったな。一致の自己紹介か。ハロワイケよ。親が仕事をしろと20前半の頃言ってたけど、暴れてどうしようもなかったんを。家族からすれば仕事しないことより家に四六時中いることが苦痛だわ。飯食う時しか部屋から出てこないからほとんど存在しないようなもんやで、いないぜいでも無理があるわ。どういう状況であれストレスはたまる。考え方とかでどうにかなるものじゃなかった。大物 YouTuber になればええやん。中学校の時から配信者に憧れはあったみたいや。ついこの前までは YouTube に動画アップしてるのこっそり見てたんやが、最近全部消し始めてなんかあったのか心配やわ。 Y が元ニート。どうやって復帰したんや？さっさとくたばれば家族も楽やで。いつからニートやってるのかわからん。 Y が高校の頃からすでに引きこもってた気がするわ。工場勤務バックれた Y に適職はないで。家族はスコか？思い切って家族から離れて生活保護もらうとかできんのかな。義母以外は好きやで。できんね。やっぱおっや嫌いなもんなんか。どうやら父親のことは嫌いみたいなんやけども、覚えはないけど恨まれてたら嫌やな。一気子同士ちゃうよな。 Y はウサギ子や。ちゃんと自立してたか、すまんな。自立ってか、奨学金で一人暮らししてるだけの大学院生や。働く気がないニートと引きこもりはいくらでも叩いていいと思うわ。ネットの関係なんて寿命短いもんだろ。どうでもいい。そうなんかな。見たところ3年くらいは交流持ってたんだよな。ソシャゲで2年交流あったかあったが、ソシャゲ辞めるついでに赤消ししたで。俺ニートしてたよ。社会復帰して結婚もする。えらい。よう相手も見つけたなと。ちなみにどういったきっかけで復帰できたん？結婚って30歳前後までにせなあかんし、そのためには定職についてしばらく働かなあかんし、そう考えると大卒後ニートできる期間って2年ぐらいしかないんよな。ほんまそうやな。Y は500万くらい奨学金抱えてスタートやし。Y38 歳、ニートですらない。何年選手や？一度も働いたことないんか？施設警備やればええやん。給料低いし夜勤もあるけど、仕事的には楽だぞ。ね、カフェバイトどうや？厄介なのは見えっ張りでプライド高いんだよな。部屋に東大の過去問あった時はビビったわ。バイトとかする気もあんのかな。親はニート2人飼ってるんか？ Y ではないけど一時期ガチで2人おったぜ。 Y も適正ありや。ちな母親の口癖は育て方を間違えたやで。兄貴が30歳の空白6年ニートだけど働く気さらさらさらないわ。将来 Y が養わなあかんの？生活保護もらうにもまず家族が養えるか聞かれるんやろ。世帯分離しておいて養うの断れば生ポークリにできるで。頼れる兄貴が欲しかったんを。生活保護受けるに決まってるよね。親が丸んで何もなく生活保護もらうルートなら心配いらない気はするけど、絶対なんか起こるやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は引きニートのイッチが母親に閉じ込められた話を紹介するよ。地方ニートは一生家から出ないと誓いを立てるも、わずか数ヶ月で働くことになった。はいな。食料なんか？親が亡くなったんか？
マッマにはめられたんや。スペック。24歳。就職に失敗してブラックに就職。3ヶ月で辞めて以降は働かないと心に誓った。家族会議で働きに出るよう迫られたが、無視して引きこもってたら閉じ込められて涙目。くさ。マッマの大勝利。俺たちの敗北。数ヶ月とかしょぼいな。スキニーと名乗るなら、41までスキニーとの俺くらいじゃないとな。おっさん。で、何があったんや？仕事を辞めてからは、適当に夜のおかずをあさったり、寝トゲをする日々を過ごしてたわい。ある日、マッマに呼び出された。いつまで引きこもってるつもり？仕事は？食費も家賃もタダじゃないのよ。働かないなら、出て行きなさい。な、ひどいだろ？ニートに出て行けだなんてさ。丸ねって言ってるようなもんだ。じゃあ丸ね。笑た。くさ。マッマ強いな。そんなことを言われても、出て行くわいではなかった。マッマの忠告を受けた後も、普通にネトゲとエマルゲをプレイして、おかずを漁る。ちょっと腹が減ったら、下に降りて冷蔵庫のものを適当に食う。そんな生活を送ってたんだよ。そしたらまた数日後に、マッマから呼び出しがあった。おいっち、大事な話があるからすぐ来い。無視したら子供部屋のドアを蹴られた。そのままゲームに集中し続けたら、いいところだったのに、コンセントを抜かれた。うっさいなぁ。いいからこっちに来なさい。コンセントをもう一度誘うとしたら、そのまま下まで連れて行かれた。で、ここからは、ずっとマッマのターン。イッチ、あなた何歳？24です。ニートになって何年？2年くらい？いつまでニートする気？可能な限り長く。少なくともあと10年くらい？真面目に答えなさい。ごっこ年。いい加減に働きなさいよ。このクソニートが、マッマの頭から、角が2本生えてくるのが見えた気がした。偶然論。くさ。イッチが働かない理由は？2年はまだまだやな。ただ働きたくないからや。新卒で入った会社を辞めてから、もう働く気がなくなった。食費くらい稼げよ。そのうち追い出されるぞ。見てろよクソニート。そのうち追い出してやるからな。おう。やれるもんならやってみろ。3日以内にバイトが見つからなかったら、この家から出ていけ。横暴すぎや。何年ニートしてるんだっけ？ 2 年。あと3日。あ、ゲームの途中やった。さ。クズ。マッマに3日以内に働けと言われたが、俺にはそんな気はなかった。今までも何度も文句を言ってきたし、今回も何日かやり過ごせば鬼ババアも諦めるだろう。俺はとりあえず、籠城の準備をすることにした。とりあえずペットボトルを何個かと、カップ麺を大量に。それからスナック菓子、最後に本棚を整理して、1週間くらい読む用の漫画を引っ張り出してきた。これで勝つる。ああ。フラグか。この後、イッチの姿を見た者はいなかった。敬礼。でまあ、翌日からの籠城に備えて、その日はおかずを調べてから寝ることにした。ゲームは途中でコンセントを抜かれた。やる気がなくなってたしな。で、翌日になって、トイレにでも行こうとドアを開けようとしたら、ドアが開かん。じゃあ窓を開けようと思ったら、外側からなんかついてて外が見えん。ま、一致の母親が強すぎる。マッマ最強説。ドアが開かんのは草。よかったじゃん。これで一生引きこもれるね。そうだな、おめでとう。草。トイレとかどうしたの？何度か部屋のドアを叩いてみたけど、何の反応もない。まっまあ、冗談はやめてやで。開けてや、ドアをいくら叩いても、何の音も聞こえてこなかった。情けないな。部屋が汚くならん。で掃除するのはまっまやろ？籠城させる前に、さっさと追い出せばよかったのに。こんなん家に買ってたって仕方ないだろ。働かざる者食うべからず。部屋にはテレビもあるんか？食料があるならしばらく持つかな？トイレは？そやボトラーやろ。しばらくドアを叩き続けても反応はなかったが、俺は慌てなかった。食料もあるし水もある。パソコンもあるしテレビもある。まあとりあえずはお前たちと一緒に、実況スレで戯れるかと思って、パソコンをつけたが、ネットに繋がらん。俺の一番の楽しみがこの時点で奪われた。さ。終わってるな。ああ。これでネトゲも無理か。スマホも調べたが、繋がらんかった。つまり俺は、外界との接触をすべて断たれたわけだ。で、しばらくして気づいたんだが、スマホにマッマからメッセージが一件届いてたんだよな。週に5日以上働きに出ること。家事を分担すること。毎月8万を家に入れること。ネットは1日1時間まで。こんな条件飲めるわけないだろ。うわ。完全敗北。くさ。もう詰んだな。早く諦めろよ。家に8万入れるくらいなら、いっそ家を出た方が良くない？とりあえずメールは無視して、その日はスナック菓子とお茶で1日を過ごした。カップ麺は大量に購入したけど、お湯はキッチンでしか使えないからな。籠城するつもりで、なんでカップ麺なんか買ってんだよ。部屋からは出る気だったんだろ。爪が甘いな。だからニートなんだろ察し。で食べたり飲んだりしたら、出るもんは止められないだろ。うわ。部屋が臭そう。それ以上は書かなくていい。臭。だね。一生に追いそう。
ちょうど飲み終わったお茶のボトルがあったから、俺はプライドを捨て去った。プライドを捨てるよりニートを卒業しろよ。最初からプライドなんかなかったんだろ？まあ液体の方はそれでよかったんだが、固体の方はなかなか大変だった。どうしたんだよ。籠城する前に介護用おむつを買うべきだったな。おむつ？さ、次にこもるときは介護用おむつだな。まあとにかく他に何もなかったから、ティッシュでなんとかした。密室でティッシュにとか絶対臭いやん。そこで寝たの？キモ。ここまでに追ってきた。くっせー。このスレ臭くない？このイッチ臭くない？イッチも部屋も臭い。ちょっとだし自宅だしまあいいだろ。でもまあ、数日経てばマッマが鍵を開けてくれるだろう。そう思ってたんだけどな。待っても待ってもドアは開かず、どんどん食料が尽きていく。一瞬だけネットが繋がった瞬間に、スマホにまたマッマから連絡が入った。あなたが出ていかないなら、私が出ていきます。ま？終わった。これは？終了。再開。まあ、冗談やろ。そのうち助けに来るやろ。そうして数日後に食料が尽きて、飲むものも食べるものもなくなった。仕方なくカップ麺の麺を食べたけど、あれ美味しくないよな。違う味を食べても、あまり違いがわからんし。チキンラーメンみたいな感じじゃないの？え？くさ。早くニートを卒業すればいいだけだろ。働いたら負け。もう何もかも底を尽きて、あとは自分のあれを食べるしかない。ここまで来たんや。もうやるしかないか。そう決意した時に、廊下からマッマの声がした。コンビニバイト。家から徒歩5分。時給1200円。今日の夕食はハンバーグ。マッマは俺を見捨てていなかった。どこにも出て行ってなかった。そして俺はドアを開けた。カン。勝手に終わらせてんじゃねえよ。で、ニート辞めてコンビニで働くことになったん？そうだよ、俺の完全敗北だった。あと少しマッマが遅かったら、あれを口に入れてたわ。背に腹は変えられないからな。一足言えばよかったのに。人間として終わってるな。どうせコンビニで働いたって、数日で辞めるんやろ。もう一人暮らしを始めろよ。一致見てるとなんか安心するわ。俺もそろそろニート辞めようかな。俺は今日からニートになるわ。ネット遮断されたら俺は無理だな。マジでくさ。面白おかしく書いてるけど、マッマは大変だったんだろうな。だな。親不孝すぎてくさ。別に2年ニートするくらい良くない？本気か？マッマも甘いよな。外に追い出せばよかったのに。海外旅行でも行かれたら面白かったのに。おとんは？俺が4歳の時に離婚した。マジでクズでくさ。マッマがかわいそうだろ。お前が養ってやれよ。こんなの見捨てればいいのに。将来はナマポか。こんなののために税金を払ってるのか俺は。じゃあお前もニートになれよ。くさ。一致は働け。引き続き仕事やニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど親が働けってうるさい。嫌になってくる。けしからんな。働けよ。言われようが言われまいが、働く気ないパターンだろうに。ないよ。数ヶ月に一回急に行ってくる。働け。働け。働く気がないなら無理して働く必要ねえよ。だよな。親にもそう思ってもらいたいわ。不親切だよな。家出しちゃえば。そんな金ないし親年寄りだからほっとけない。力仕事とかネット使うような登録とか、全部俺がやってるし。まずニートになった経緯を教えて。4回就職したけど全部ブラック企業だったから辞めた。計10年くらいほぼ休みなしで働いた。その後フリーターやってたけど、腰壊して動けなくなって、1年前にそれも辞めた。なんだよまともなやつじゃん。同族かと思えばこのニートの面汚しが。35歳ニートがまともなわけない。もう家出しようぜ。ハロワでちょっと良さそうな求人見つけてもさ、本当に求人欄に書いてる通り残業ないのかとか、本当に土日休みなのかとかをハロワ職員に電話で聞いてもらったら、全部嘘だから応募したくない。なるほど働きすぎてバタン球状態と。もともと体力もメンタルも強かったから、バタン球ではないけど、また10年20年無駄にするかと思うと働く気になれない。かといってまともな会社も見つからないって感じ。バイトはちゃんと定時に帰れて、天国だったけど腰壊してしまった。ブラック企業に制裁を。最後に正社員辞めてからはもう4年過ぎてる。親が心配するのもわかるけど、ブラックでは働きたくない。10年で失ったものがでかすぎた。なんとかなるやろ今は休め。ありがとう。親もそう思ってくれるといいんだが。ブラックを選んじゃうのはなぜ？ブラック回避できる自信がないから働く気になれない。体さえ壊さなければ肉体労働バイトしてた頃の方が、毎日定時に帰れるし、休日電話に怯えることもないし、一番楽で楽しかった。お前ニート向いてないよ。働くのも向いてないわ。どうすりゃいいんだろ。劣悪な重度労働、どうにかならんのかな。労働局やハロワで相談したこともあるけど、何にもならなかったし、俺が働いたところでも、また老期が来たよ、とか笑い話にしながら、残業代なしの毎日16時間労働させられてたようなとこもあったし、国が取り締まらないからなくならないわ。
警察が動けるようになればいいのに。働きたくねえよ。ハロは求人三社落ちおじさんだけど、ニートに戻りたい。戻ろうぜ。ニートって若者を指すんじゃなかったか。無職期間が長くなればなるほど、まともな会社には入れなくなるけどね。もともと新卒からまともな会社に入れなかったんだから、今更な話。何回も就活して頑張ったんだな、すげえよ。親父さんの末期癌が見つかったとかじゃないの？病院嫌いで一切行かないから、そういう話ではないと思う。お前ニートじゃないぞ。働く意思も何もない奴がニート。お前はただの無職。いくら俺はニートじゃないって言ったところで、4年も働いてないおっさんは世間から見ればニートなんだよ。いやお前は無職。クズかと思ったら違った。この一致は無職とニートとどっちなんだろうな。引き続き、仕事やニート関連のスレを紹介するよ。10年間無職だけど、バレない空白期間の言い訳を考えてくれ。年金払ってないから正社員で働いてたわバレる？頼む。経歴詐称するしかない。迷走。派遣ならワンチャンいける。派遣でも会社名書かないといけないじゃん。バレない？個人事業やってたでオケ。昨年の収入の証拠出せって言われたら？正直に言うのがいいよ。10年間遊んでたんだろその間に考えておけよ。下手に嘘ついて入ると、後々整合性取れなくなるからやめとけ。ばあちゃんの介護。無職の間何してたかによる。陶芸初めて売れない陶芸家。年金払ってないのはバレるな。いきなり正社員目指すの？正直に言え。取り繕って嘘で固めるとボロが出るしすぐにバレるぞ。放送大学受講しながらコンビニでバイトしてました。前年度の源泉徴収でバレたりするから、自営の手伝いとか、一人親方の元で見習いやってたとかしかない。親の自営の手伝いで行くわ。声優目指してました。母が病気でその介護でいいだろ。年金ってバレるの？バレる。病気でしたって言えば？いや家から追い出されるから、早いうちに仕事決めて、宿探さないといけない。真面目にどうしたらいい？誰か仕事紹介して。ええー、で。うちに住むか？ 10 年ニートしてたら家から追い出されることになって、職探ししてるってこと？諦めろ。29歳の若者だけどいいか？同い年やね。仕事見つかって安定するまで住んでもいいよ。仕事できるタイプ？この間の記憶がないんです。って遠い目で答える。それだけバイトすらない空白あったら、まずまともな企業には採用されないから、まずバイトから初めて正社員登用を目指そう。てか何歳？お笑い芸人を目指してました。世界を旅してたで行ける。29とか俺とためか。東京住みならうち来るか？車で行けるよ。金は40万くらいしかない。バーだから車通勤はちょっと、見送りさせていただきます。貴殿の今後のご活躍をお祈りしております。10年間無職とか嘘つくな。なんかしらしてたんだろ？嘘つきでビッパーでおっさんって最悪じゃない？ウクライナで戦争義勇兵やってました。って言えばその前の10年なんて気にするやついない。単発の派遣ならいける？まあまともな職にはつけないわな。結局ニートしてました。ってあっけらかんとしてるやつの方が可愛がられるんだよな。司法試験合格に向けて、勉強してましたでいけるだろ。実際は10年間何してたん？ YouTuber してましたでいいだろ。刑務所にでもいたのか？10年間親戚の牧場で手伝いしながら、声優目指してたでいいだろ。朝早起きして重労働でしたでいいだろ。自営してました。は何の事業やってたの？国民年金払ってた？確定申告は税理士使った？それとも自分で？で済む。正社員でした。は厚生年金の履歴が、年金事務所の加入履歴と一致しないからバレる。一番怖いのは自分でポロッと言ったことで、話の整合性取れなくなって追求されて積むこと。ちなみに正社員だけど社保入ってませんでした。は怪しまれて相当仕事の内容突っ込まれるだろうから、覚悟しとけよ。正直なのが一番マシ。世界一周。10年無職だと、どんだけ取り繕ってもまずバレる。な、みんなこうなる前に、ちゃんと働いておけよ。いざ働こうと思ったらこうなるからな。スキルがあれば嘘ついても多めに見てくれるよ。引きこもりでした。ちょっと異世界に行っていた。バックパッカーやってましたでいいんじゃね？まずは経歴不問のところで、バイトすればいいと思うんだが。引きこもってましたって言えばええやん。家の事情やなんかの無職は意外と採用されるけど、別の事情だとまず採用されない。元気にしてましたって言え。服役していましたって言えばOK。日本にいませんでした。10年のブランクはきついな。引き続き、仕事やニート関連のスレを紹介するよ。Y23 歳ニート、そろそろ働かないとヤバそう。なんか急に焦りで心が苦しくなってきた。今からまともな人生に戻れるか？ Y の友人に、28歳ニートおるけど楽しそうやで。ちな高卒。大学は行きたくない。23なら戻れるだろ。何年ニートしとるんや？高校卒業してからだから5年くらいやな。余裕すぎて草。草。Y より4つも年上のくせに、ゴミすぎやろ。Q
君は何してるんや？大学生？30まではセーフや。まだまだこれから。資格とか持っとるんか？去年頑張ってオツ4取ったけど、ガソスタの求人ないのよな。職業訓練校行くとこからやろうや。20前半とか余裕すぎる。一番は通信でもいいから大学行くことやけど、今からでも就活すれば全然働き口あるやろ。30まではガチ。30からは仕事なくなる。週2くらいで、軽くバイトとかから始めたらどうや？日本社会が終わってんだからセーフや。金があるならとりあえず好きなことしておけ。何もしないのは無駄。30超えてから悩めや。なんとかなると思ってるだろ。元ニートとかおったら、ニート辞めてよかったことみたいな話聞きたい。モチベ上げるために。好きなもん買える。35までは余裕やで。今年で20やけどぼちぼちでいける。転売と個人輸入した方が、効率よく稼げるからその元でだけ稼げばええ。22から25までニートしてたけど、なんとかなるで。面接も職歴バイトしかなかったけど、普通に親戚が外人だから、3年間外国今下で怪しまれんかったし。Y 高卒ニート8年目やが、去年は移ってハゲたり悲惨やったわ。ニートになった原因は？金があるなら余裕や。Y も23歳ニートや。一緒に頑張ろうな。Y 同い年で大学3年生やが、将来が不安や。ニートになるような無能が、高卒で生きてけると思ってるのがすごい。まだ余裕。数年前なら、まだ余裕とかも真に受けてたけどさすがに無理や。Y も23歳ニート。23歳ニート多くない？ Y はバイトすら未経験や。どうせ焦っても社員で働かないんやろ？苦労から逃げてるやつは将来も底辺や。今年23の中退フリーターやけど、2年続けたコンビニバイト辞めて、Uber で小銭稼ぎしながら就活しようと思ってる。入社式のニュースで目が覚めたよ。本当にヤバいと焦りもない。Y も23歳ニートだわ。新卒すれ立ってて肩身狭いわ。Y ストレス溜まるから、NG すれ隊にぶち込んだわ。Y も23やが、バーでフリーターしてる。23歳ニート多いな。23なら余裕だろ。頑張れ。同い年は社会人2年目なのにな。21卒ニートやで。Y34 ニートまだいける。年齢的には余裕やけど、ニートになるような人間やから、無能やコミュ障の可能性が高いやろ。それが一番ネックや。それ、ただ今は若いだけで、どうせいつかは積むんや。ずっとニートだったやつとかって、職務経歴書とか何書くの？23ならまだ余裕だろ。今日から動けるニートなら可能性あるで。明日やればいいやニートなら終わりやね。今日から動けるやつはニートになんてならんだろ。ここであれこれ相談する時間があるなら、何でもバイト始めればいいだろ。まずは職歴作れよ。働く気なんかないから、ここですれ立てしてるんだろ。俺も働く気に何度かなって、結局それから5年くらいニートしてたわ。ニートのやつって、親とかは許してくれんの？俺の親とか、1ヶ月でもニートしたら追い出してくるぞ。Y の親は諦めてるかん。わかる。もう働けとも言われなくなった。親がいなくなったらどうするん？そしたらもう丸ぬしかないだろうな。22歳の俺でもガソスタのバイトを始めるんだぞ。そのままニートでいいよ。ADHD で無理して働いてたら労災事件起こしたわ。病気ならしょうがないだろ。一致は健常だろ。来年も一致が働いていないのにかけるわ。23とかまだ焦ることないだろ。32の俺はどうすんだよ。30超えたら終わり。35まで大丈夫じゃね？何歳とか関係ない。ニートはクズ。で、いつ働くの？じゃあ俺は明日から働くわ。じゃあ俺は明日からバイト探すわ。23歳ニートが変に多いけど、2年目くらいになると辞めたくなるんか？1年とか2年とか働いて、無能で耐えられなくなって辞めるんだろ。周りでも2年目で辞めるやつ結構いるわ。3年くらいは我慢しろよな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は親がブチギレて家を追い出されてしまった、おバカなイッチの話を紹介するよ。助けて、ちょっとお前らの知恵を貸してほしい。手持ち5万。生き残る方法は？は？ 5 万あるならしばらく持つだろ。状況がわからん。場所によっても違うよな。都内と地方じゃ段違い。地方っつうかベッドタウン。大阪の郊外。でなんで残り5万？給料全部パチに投入したとか？いつまで生き残ればいいんだよ。次の給料日までか？なお働いていない模様。くさ。フリーター？つい最近まで引きニートしてた32歳。無理だな。解散。いや本当だから助けてくれよ。ニートってことは実家暮らしだろ。5万もあれば平気平気。実家追い出されそうなんだよ。明日出てくことになってる。まっまだプレッシャーかけてるだけだろ。一致に働いてほしくて、そう言ってるだけじゃないの？いや今回は本気だと思う。俺の荷物が全部捨てられた。くさ。やったな、これでニートを辞めれるな。引きニート33歳にはなれなかったのか。まだまだだな。なんで追い出されたの？きっかけは？
多分一番の原因は、ばあちゃんが亡くなったからだと思うわ。俺は子供の頃からばあちゃんっ子でさ。親が何度か俺を追い出そうとした時も、ばあちゃんが止めてくれたんだよな。自分語りをつ。で？ばあちゃんが亡くなってからも、だらだらとニート生活を続けてたんだが、とうとう親も切れたらしい。いつもなら助け舟を出してくれてたばあちゃんもいないし、もうダメだ。マジで積んだ。いきなり荷物捨てるとかひどない？それだけエッチがクズってことだろ。ニートしてて、家族のお荷物って自覚ある？でも俺もばあちゃんがいなくなったら、エッチのように追い出されるかもな。俺の唯一の味方だわ。ニート生活が長引く前に、追い出してもらえてよかったんじゃないの？ばあちゃんが亡くなった以外にも、なんか親が切れた理由とかあんの？親がなんか、あそこの職場がいいとか、あそこなら職歴なしで行けるかもとか、仕事を探してきたんだよな。で、一つは無理やり、履歴書まで書かされて面接までこぎつけたんだが、なんか行く気がしなくて、出かけただけで行かずに帰ってきた。面接くらい受けてこいよ。ゴミだな。おっさん、もっと頑張れよ。あとはあれかな。姉ちゃんがもうすぐ結婚するんだよな。それで余計に俺のクズっぷりが目立つし、相手の家族にニートだって紹介したくないのかもしれん。そりゃそうだろ。それだな。ニートの弟です、とか嫌だろ。しかも32だろ。姉ちゃんは何歳？一個上。今は一緒に住んでない。今度、彼氏を連れて顔合わせがどうとか。それまでに出て行ってほしいんだろな。間違いない。目的はそれかもしれんね。とにかく就職しろ。ニートを辞めろって言われてて、まあ今までも、そう言われつつも許されてきたから、期限を過ぎても適当に暮らしてた。で、例の面接をバックれて、ばあちゃんが亡くなって、いい加減にしろって親に呼び出されたんだけど、見たいアニメがあってさ、は？今かよ？的なことを言ったら、なんかマッマが俺の荷物を捨て始めた。そりゃお前が悪いぞ。自業自得やん。諦めろ。いつまでニートする気だったの？できることなら永遠に。くさ。クソすぎて。ニートになった理由は？人間ってさ、生きてると、に向かってるんだぜ。どうせ、ぬなら、好きに生きたいと思ってさ。ブラック会社とか勤めてるやつのスレ見たけど、あれ地獄だろ。どうせ今さら働いたって、ろくな会社に就職できるわけないし、なら俺はニートを貫こうと思ってたわ。マッマがいなくなったらどうする気だったの？家事はしてる？家事？してないが、あ、自分の皿くらいは洗ってるわ。なんかイライラしてきたんだけど、叩いていい？まあ親がいなくなったら、ご飯が出てこなくなるのは困るな。でも親父が結構収入があるから、貯金崩せばなんとかなるんじゃないかなとか、平気平気って思ってきた。でも追い出されるんだろ？さっさと路頭に迷えよ。つか荷物を捨てられただけ？追い出すぞって言われたの？こんなクズ追い出されればいいわ。所持金5万だっけ？お腹空けば働く気にもなるんじゃない？荷物捨てられた後、今度こそ出て行けって言われた。3日以内にバイトでもいいから仕事決めれば、家に残ってもいいって言われたけど、そんなすぐに見つからんだろうから積んだ。なんだよ3日もあるのかよ。生ぬるいな。結局優しいじゃねえか。3日もあればバイトくらい見つかるだろ。ああ、3日以内って書いたけど、2日間何もしてこなかったから、今日が最終日だ。終わった。今頃すれ立ててどうする？でどうするの？どうせ今回も、荷物は捨てられたけど追い出されはしないだろとか思ってそう。助けてとか言ってる割に、緊張感がないんだよな。わかる。こういうの見てるとイライラするわ。42歳ニートの俺。仕組みの見物。上には上が。一致どうしたのかな？本当に追い出されてたら笑う。どうせマッマのハッタリやろ。今頃またアニメでも見とるで。でも一度くらい本当に追い出されればいいと思うぞ。結局エッチがニートになった理由が、よくわからんのだが。適当に答えてんじゃない？マジで今追い出された。めっちゃ怒られた。3日くらいしたら戻ってもいいよな。緊迫感なさすぎんだよ。終わったな。脱ニートおめでとう。働け。働きたくないでござる。働いたら負け。な、3日経ったら家に戻っても大丈夫だよな。脱ニートしたんだろ？よかったじゃん。一致の不幸で飯がうまい。今夜は焼肉だな。5万円が尽きる前に仕事探し頑張れよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。焼肉屋でさ、上ハラミ食べていい？あんたは働いてないから普通のハラミにしなさい。だって、わい悲しすぎる。草。マッマ優しいな。その辺の草でも食べてろニート。かわいそう。マッマだな。食べさせてくれるだけ優しいやん。これ外人は笑うらしいな。日本人も笑うぞ。一番安いホルモン食わせとけええやろ。さすがにひどい。一致か。ニートのくせに焼肉屋なんて行くな。わいならピートロしか食わせへんぞ。普通は野菜だけだろ。野菜の方が原価高いだろ最近は。
お母さんと仲良さそうで何よりや。ハラミは食べさせてもらえるんだからいいじゃん。ちゃんじゃでも食ってろ。連れて行ってもらえるだけええやんけ。上端子を食わせてもらえないやつ。わいなら外で待たせとくけどな。おっちゃが優しくてよかったな、いっち。換気扇の前で白米だけ食べてろよ。わろた。くさ。ハラミ食べさせてくれるかみ。残党。肉食わせてくれるだけありがたいと思え。お前味の違いなんてわからんやろ。あいたは山中抜きで食べなさい。連れてってもらえるだけ感謝しとけ。焼肉のタレご飯じゃないだけマシやろ。それですら甘え。ビールも頼めよ。焼肉連れて行ってもらう無職。おっちゃが甘やかしすぎやろ。焼肉屋行って好きなもの食わないとか我慢大会かよ。情がつかないやつって普通食べないよな。飾りのようなものや。豚と鶏だけ食ってなさい。サービスのナムルだけ食ってろ。焼肉屋に行けるだけでも感謝しろよ。